雄太、パリの街を歩く。セーヌ川沿いのカフェでクロワッサンを楽しむ姿が素敵すぎる。神宮寺雄太のプライベート写真にファン歓喜。待った、の優しい笑顔にキュン。パリの美しい景色に溶け込む神宮寺ユ太。セーヌ川のほとりで、彼はまるで映画のワンシーンのように輝いている。神宮寺は、まるでパリそのものが彼のために存在しているかのように自然体で。 彼のの写真をを見つめるファンの心を奪う。神宮寺がパリを訪れたのは仕事の合間のプライベートな時間だったその瞬間を切り取った写真は彼の素顔と自然な魅力を映し出しているデニムにパールのアクセサリーを合わせた彼のスタイルはシンプルでありながらもエレガントでパリの街並みにぴったりとマッチしているその日のパリは快晴で青空が広がり セーヌ川がキラキララと輝いていてた神宮寺はクロワッサンを片手にゆったりとした時間を過ごしていた彼の表情は穏やかでまるで日常の喧騒から解放されたような安らぎを感じさせる彼が立っていたのはポンヌフ橋ここは映画「ポンヌフの恋人」で有名な場所だこの橋から見えるパリの風景は息を呑むほど美しく 神宮寺の存在がその美しさをさらに引き立てていた。彼の写真を見ていると、まるで一緒にその場にいるかのような錯覚を覚える。彼の目線の先に広がるパリの街並み、その背後に広がる青空とセーヌ川の風景が、私たちをパリの一角に引き込む。神宮寺は、待ったと聞かれると、こんらいたところだよ、と答えてくれるような優しさを持っている。彼の穏やかな笑顔と、 自然体でありながらもどこかエレガントな雰囲気はファンにとって特別な存在だ。彼のインスタグラムにはパリのプライベート写真を投稿すると約束してくれた。その約束を守ってくれた神宮寺に対する感謝の気持ちがファンのコメントから溢れ出ている。彼の写真にはファンの心をつかむ何かがある。それは彼の自然体な姿勢やどこか親しみやすさを感じさせる笑顔、 そして何よりもその場の雰囲気を一瞬で変えるカリスマ性だ彼がパリの街を歩く姿はまるで映画のワンシーンのように絵になるセーヌ川沿いのカフェでクロワッサンを楽しむ姿やポンヌフ橋でパリの風景を背にして立つ姿は彼の新たな一面を見せてくれるファンの間では彼のパリでの写真が待ち望まれていた彼の投稿があるたびに その美しさやエレガンスに簡単の声が上がる彼のファンたちは彼の写真を見ることで自分たちもその場にいるかのような気分を味わうことができる神宮寺の写真はただの一枚の画像ではなく彼のライフスタイルや感性そしてその場の雰囲気を伝えるものだ彼がパリで過ごした時間はファンにとっても特別な意味を持つ彼の投稿があるたびに その瞬間が再びよみがえり、ファンたちの心を温かくする。彼の写真には、彼の優しさや思いやり、そしてファンへの感謝の気持ちが込められている。それが、彼の写真が特別であり、ファンにとって大切なものである理由だ。神宮寺の写真を見ることで、私たちは彼の素顔や日常の一部を垣間見ることができる。それは、彼のファンにとって何よりも嬉しいことだ。 彼の写真には、彼の人柄や魅力が溢れており、それがファンを引きつける。彼の自然体な姿勢や、どこか親しみやすさを感じさせる笑顔、そして何よりもその場の雰囲気を一瞬で変えるカリスマ性が、ファンの心をつかむのだ。彼の写真を見ることで、私たちは彼の素顔や日常の一部を垣間見ることができる。それは、彼のファンにとって何よりも嬉しいことだ。彼の写真には、 彼の人柄や魅力が溢れており、それがファンを引きつける。彼の自然体な姿勢や、どこか親しみやすさを感じさせる笑顔、そして何よりもその場の雰囲気を一瞬で変えるカリスマ性が、ファンの心をつかむのだ。彼の写真を見ることで、私たちは彼の素顔や日常の一部を垣間見ることができる。それは、彼のファンにとって何よりも嬉しいことだ。彼の写真には、 彼の人柄や魅力が溢れており、それがファンを引きつける。彼の自然体な姿勢や、どこか親しみやすさを感じさせる笑顔、そして何よりもその場の雰囲気を一瞬で変えるカリスマ性が、ファンの心をつかむのだ。彼の写真を見ることで、私たちは彼の素顔や日常の一部を垣間見ることができる。それは、彼のファンにとって何よりも嬉しいことだ。彼の写真には、 彼の人柄や魅力ががれれておりそれがファンを引きつける彼の自然体な姿勢や、どこか親しみやすさを感じさせる笑顔、そして何よりもその場の雰囲気を一瞬で変えるカリスマ性が、ファンの心をつかむのだ。彼の写真を見ることで、私たちは彼の素顔や日常の一部を垣間見ることができる。それは、彼のファンにとって何よりも嬉しいことだ。彼の写真には、 彼の人柄や魅力が溢れており、それがファンを引きつける。彼の自然体な姿勢や、どこか親しみやすさを感じさせる笑顔、そして何よりもその場の雰囲気を一瞬で変えるカリスマ性が、ファンの心をつかむのだ。彼の写真を見ることで、私たちは彼の素顔や日常の一部を垣間見ることができる。それは、彼のファンにとって何よりも嬉しいことだ。彼の写真には、 彼の人柄や魅力が溢れており、それがファンを引きつける。彼の自然体な姿勢や、どこか親しみやすさを感じさせる笑顔、そして何よりもその場の雰囲気を一瞬で変えるカリスマ性が、ファンの心をつかむのだ。彼の写真を見ることで、私たちは彼の素顔や日常の一部を垣間見ることができる。それは、彼のファンにとって何よりも嬉しいことだ。彼の写真には、 彼の人柄や魅力があふれており、それがファンを引きつける。彼の自然体な姿勢や、どこか親しみやすさを感じさせる笑顔、そして何よりもその場の雰囲気を一瞬で変えるカリスマ性が、ファンの心をつかむのだ。彼の写真を見ることで、私たちは彼の素顔や日常の一部を垣間見ることができる。それは、彼のファンにとって何よりも嬉しいことだ。彼の写真には、 彼の人柄や魅力が溢れており、それがファンを引きつける。彼の自然体な姿勢や、どこか親しみやすさを感じさせる笑顔、そして何よりもその場の雰囲気を一瞬で変えるカリスマ性が、ファンの心をつかむのだ。彼の写真を見る。ことで、私たちは彼の素顔や日常の一部を垣間見ることができる。それは、彼のファンにとって何よりも嬉しいことだ。彼の写真には、 彼の人柄や魅力ががれれておりそれがファンを引きつける彼の自然体な姿勢や、どこか親しみやすさを感じさせる笑顔、そして何よりもその場の雰囲気を一瞬で変えるカリスマ性が、ファンの心をつかむのだ。投稿ありがとうスパーク FNS も置き手紙文字ぐひらも消化できてないけどパリ宮司さんにほれほれインタビューで言っていたパールアクセサリーを普段使いしてる感じ、神宮寺くんめちゃくちゃ似合ってるナチュラルな宮司さん青ハート。 つかの間であったとしても、こういう心の引き出しを満たす時間を、大切にしてほしいなと思いますスパーク。酔いちくれてたらパリジェンのおった。美人すぎていい加減にしてほしい好きだジン君のパリの写真も来てた。時間差でジグヒラは道を挟んで向かい合って撮ってるんだ。離れていても仲良しですわね、嘆きす暑い一日だったけどジングージ君の、パリを写真で爽やかな気分。 明日の歌番組も楽しみだし、近々またアップしてくれる写真も、あるなんてかわいいのに悶絶しててかっこいい神くん来てたの見逃してたフランスの旗東京タワー。上品なお姿を見るたびにこの方があのゴリゴリのラップとダンスをするなんて沼だよなあと思うのです、今日は何なんだメガハート。しんくんのインスタでキャッてなったと思ったら翔くんが W ユータのかわいい置き手紙見せてくれるし、 追い打ちをかけるようにジグヒラのかわいいボンびっくりマーク。